がけ新たな旅路を。踊りんちゅ2018羅針盤。あの日踏み出した新たな一歩、この先にどんな未来が待っているのか、あの時はまだ知らなかった。あだ名をもらったあの日には夢にも思っていなかった。自分がこの場にいることも、みんなと踊っていることも、先輩たちの大きな背中一に追っても追いつけず、がむしゃらに走るその姿、今でも追いかけ続けています。光が丘、日野コーチ、原宿、炎天下での練習でたくさん荷に焼けました。全てはこの夏を駆け抜けた証。自分にとっての挑戦が盛りだくさんな夏でした。踊りんちゅ2018羅針盤。